ソマリア内戦。ソマリア内戦は、1980年代から続いているソマリアの内戦である。1969年10月15日、アブディラシット・アリー・シェルマルケ第二大大統領が暗殺され、その数日後に、クーデターで、モハメド・シアド・バーレ少将を指導者とする軍部が、実権を握った。バーレはソマリ族が一つの国家のもとに、集結すべきという大ソマリ主義を掲げて、 ソマリ族の民族意識を煽った。この結果、1977年にエチオピアのオガデン地方に住むソマリ人が大ソマリ主義に共感、分離独立を求めてエチオピア政府に対し反乱を起こした。ソマリアはこれに対し軍事支援を行い、エチオピア軍と戦闘状態に陥った。結局、キューバ及びソ連の支援を受けたエチオピアがソマリア軍を撃退し、 ソマリアは大きな損害を受けたオガデン戦争。この紛争がソマリアの急防化を加速させたにもかかわらず、バーレ大統領はソマリ社会主義革命等による一党独裁体制のもと自分の属する南部のマレハン氏族のみを徴用し、北部のイサックなど他の有力氏族を見捨てるような政治運営を行った。経済的にも財政破綻が顕著となり、 比較的豊かなマレハンと貧しい他子族の間で所得格差も格段に広がった。また北部産のバナナや動物を輸出して得た外貨を南部の開発のためだけに費やしたことは後にソマリランド独立による国家の再分裂という事態まで引き起こしてしまう。こういった地域、氏族偏重主義のバーレ政権に反抗し、1980年代初めより、 反政府勢力が連合し始めてゆく。1982年から反政府武装闘争が表面化した。1988年から反政府勢力は諸都市を次々と勢力下に収め、1989年にはバーレ政権の支配域もモガディ氏及びベルベラなど地方都市の一部のみとなった。1991年1月に反政府勢力統一染まり会議。 USC が首都を制圧。バーレ大統領を追放し、暫定大統領にあり、マフリムハンマドが就任した。しかし、暫定政権発足に際し、核勢力の内部構想が表面化し、6月には北部の旧英国領地域がソマリランド共和国として独立を宣言し、南北は再び分裂した。バーレ元大統領はナイジェリアのラゴスに亡命したが、 1995年に死去した。USC 内でも、モハメッド・ファル・アイディード将軍派が、モハメド大統領派と対立。アイディード派の攻撃で首都を脱出した、モハメドザンテ定大統領は、1991年12月に、国際連合に対し PKO 部隊派遣要請した。アイディード派は、その後、武装勢力4派と、政治組織ソマリア国民同盟。 SNA を結成、モハメド派も11派を参加に入れない線が激化した。1992年12月、国連の国連安保理は、PKO 国連ソマリア活動のため、アメリカ軍を中心とする多国籍軍を派遣。続いて1993年5月、平和共生と国家建設を任務とする第二次国連ソマリア活動が展開しが、 アイディード将軍は国連に対して戦線布告、国連パキスタン軍を攻撃して24名の兵士を殺害した。これに対し、国連アンポリはアイディード派幹部拘束を目的としたを全会一致で可決して作戦実施した。しかし、激しい汚戦に相初期の目標は達成したものの、18名の米国兵士とマレーシア兵士1名を失い、73名の 負傷者を出したモガディシュの戦闘。自信をなくした米国が撤退を決定すると主軸を失った国連活動も全て撤収することとなった。1995年3月、中央政府もなく首都も2分されたままで最後の PKO 部隊が撤退し、国際社会がソマリア内戦に介入することが非常に困難であることを証明した。 国連が撤収した1995年3月、アイディード派の財政を支えた実業家アリアトが離脱して SNA は分裂した。アリアト派は8月に武装勢力13派と協力関係を樹立し、アイディード派との戦闘に突入。1996年8月、砲弾による負傷が原因で、アイディード将軍が死亡すると、三男の不正インアイディードが後継者となった。 これを機に10月には隣国ケニアが停戦協議を持ちかけたが失敗する。1997年12月、モハメド派、アト派、アイディード派を含む武装28杯がエジプトの回路で無条件停戦などを定めた和平協定に調印、統一政府の樹立に向けて、 会議を開催することで合意したもの。翌1998年3月に開かれた会議で、各派の意見対立により和平合意は延期。5月に和平合意に向けた会議を開くことを約束したが、開かれず、その後は和平協定そのものが事実上無効となってしまった。同年7月、北西部の氏族の一部が、自治国家プントランド共和国の樹立を宣言する。続いて、 隣国のエチオピアがエリトリアと国境紛争を起こすが、その余波でエチオピアが支援するラハンウェイン帝軍らが1999年6月に南西部の洋商バイドアを制圧した。2000年5月、隣国ジブチで和平会議が開催され、実業家や士族代表らが集まり暫定政府受立に向けて討議を行った。討議は約三ヶ月にも及んだが、 最終的に、暫定大統領、暫定首相、暫定議会の発足を約束した。8月には、和平会議に基づき暫定議会が発足し、任期3年の暫定大統領に、元内省のハッサンが就任。10月に、ハッサン暫定大統領は、ガライド元工業省を首相に、任、約10年ぶりに政権が発足した。しかし、アイディード派などの有力族を呼び、 ソマリランドなど独立勢力は暫定政府をジブチの区物として承認せず、その後も内戦が続いた。2001年10月には暫定議会がガライド首相の不信任案を可決し、新首相にファラミズ資源工業省が就任した。ファラ首相は2002年2月、武装勢力の代表を初めて入閣させた、新内閣を発足させた。 暫定政府と対立する有力士族で作る、ソマリアは開催制表議会、SRRC は、4月1日にバイドアを首都とし、南西部地域自治政府の樹立を発表、いわゆる南西ソマリアが成立した。自治政府大統領には、SRRC の共同議長の一人である、シャティグド・ラ指導者が就任。独立、自治宣言をし、事実上分離状態に陥ったのはこれで3。 例目であった。2002年11月にケニアで起きた同時テロでは、ソマリアのイスラム原理主義組織、ある一ィ派ドあるイスラミ、アヤイ,イの関与が疑われた。内戦で統治機構が崩壊し、アフガニスタンのように過激派組織の温床となっているのではないか、と米国に疑惑を持たれたが、ハッサン政権は否定した。和平合意案がケニアのナイロビで協議されてきたが、 2003年7月に4年後の連邦政府樹立などで合意し、ファラ首相が調印。しかし、この調印がハッサン大統領の承認なしに行われたとして、大統領はそう非難し、今日に途中で帰国した。2003年8月、ファラ首相の不信任案が暫定議会で可決されたが、ファラ陣営は出席議員数が決議に必要な数を下回っているとして、無効主張。 ハッサン大統領はムハンマド・アブディユスフを首相に任命した。また、ハッサン大統領は同年同月に3年の任期満了を迎えても新政権が発足するまで職に止まる意向を表明した。2004年10月10日、ケニアのナイロビで開催された暫定議会がプントランド大統領のアブデラヒユスフを新大統領に選出。この暫定議会には ソマリランド以外のすべての勢力が参加し、正式な中央政権が成立する足がかりとなるか、注目された。アイディード派からは、フセインアイディードが副首相権内相、アト派からは、アリアトが、住宅、公共事業省、南西ソマリアからは、シャティグルド大統領が農省として入閣し、暫定連邦政府が成立した。しかし、暫定議会の招集に応じなかったソマリランドは、 反発した。ユスフ大統領は2005年6月13日より、ナイロビに拠点を置く、ソマリア暫定連邦政府の本国期間を開始した。アリー・ムハンマドゲーディ首相や閣僚らと共に、ソマリア内の治安回復と市政権獲得の機会を模索した。ソマリアは国内には、ソマリランド共和国、プントランド共和国、南西ソマリアなどの国家や軍閥が乱立しており、 さながら軍有拡挙の様相を見せていた。ソマリアはもともと氏族社会であるため、地域同士の対立はもちろん氏族同士での対立も頻発している。特にソマリランド共和国はアフリカ諸国の中でも異例なほどに安定した経済と民主主義による政治を行っていると懸念しており、ソマリアとは別個の国家と主張している。プントランドや南西ソマリアは 暫定連邦政府への協力を表明している。1994年、内戦の泥沼の中で南部にて、イスラム原理主義のイスラム法廷連合、後にイスラム法廷会議へ、会長が、結成、勢力を急速に伸ばした。法廷連合は、イスラム聖職者の指導により、治安の悪化した、市街地などで、イスラム法に則っ,った、自警団的な役割を果たす集団として、 国民の支持を拡大、人気と武力を持って、ソマリア南部を制圧。BR2006 年6月には、首都モガリ氏を占領した。しかし、支配地ではイスラム法に則っ,った厳格な法令を敷き、女性の権利縮小や、娯楽の禁止、公開処刑など、人権問題が目立ち、アフガニスタンのターリバーンに似た性格も持っていた。自主的に、学校教育を行うなど、 福祉的な一面も持つが、教育は原理主義的要素を多分に取り入れ、生徒を過激思想に染めることを意図したものであった。さらには、国際テロリストであるアルカイダとの関与が疑われており、暫定政権を押すアメリカとの対立は避けられなくなった。法廷連合の首都制圧に最も危機感を抱いたのは、隣国エチオピアであった。エチオピアは、北隣のエリトリアと、 国境問題で対立しているが、エリトリアが法廷連合を援助しているとして、非常に危機感を持っていたのである。また、エリトリアとソマリアの両国はイスラム教国であり、イスラム教徒も多いとはいえ基本的には、キリスト教国のエチオピアは、原理主義の台頭は対立の再燃をもたらす火種となることは容易に想像できた。法廷連合が首都を制圧した6月、 国連はソマリアへの武器供与を禁じる決議を採択したが、エチオピアは7月に軍事上部隊数千人を暫定政権拠点のバイドアに展開しており、国連決議を無視して暫定政権軍への武器供与を行った。アフリカ連合はたびたび撤退を求めたが、アメリカが中流を支持したため、エチオピア軍は中流と武器供与を続けた。2006年12月6日、 国連アンポリはソマリアへの国際平和維持部隊8000人規模派遣と武器禁輸の一部緩和を含んだ国連決議1725を採択したが12月下旬にはイスラム法廷連合が暫定政府の拠点イドアに攻勢をかけ20日には展開していたエチオピア軍との間に戦闘が発生したバイドアはエチオピアとの国境に近く ここの陥落はエチオピアにとって危機であった。12月24日、エチオピアはこれまで認めていなかったソマリア派兵の事実を確認。エチオピア軍は航空機とミサイルにより法廷連合軍に攻撃を加えた。暫定政府を支持するエチオピアの首相メレスゼナウィは自国の国家主権保全を理由に法廷連合と戦争状態に突入したことを認めたが、 大テロ戦争と位置づけ、同時に国連 AUEU による和平活動を指示した。その日のうちに空軍による法廷連合支配都市への空爆が開始され、25日には地上軍およそ1万5000人がモガディシュへ進軍を始めた。26日と27日の国連安保理では、12月の議長国カタールが外国軍隊の即時撤退決議を提案したが、 英米などが反対して採決に至らなかった。また、アラブ連盟もエチオピアの軍事活動の即座停止を求め、英雄も同調したが、アメリカはエチオピアを支持し、EU も政官の姿勢を取るなど、国連も二つに割れた。モガディシュを包囲したエチオピア軍と暫定政府軍は28日に街の北と西から突入、すでに1000人以上の死者を出した。 法廷連合は、モガディシを放棄し、暫定政府は発足以来、初めて首都を制圧した。二十九日には、ゲイリ首相が暫定政府要人として、初めて首都入りを果たし、その他の閣僚も次々に首都入りした。二千七年一月一日、エチオピア軍と暫定政府軍は、法廷連合が最後の拠点とした沿岸都シキスマユに対して激しい攻撃を加え、 皇帝連合は南部のケニア国境方面に撤退した。これにより暫定政府軍は北部のソマリランドやプントランドなどの一部を除きソマリア全土を制圧した。後にこの進行作戦には米軍特殊部隊がアドバイザーとして参加12月に現地入りていたことが公表された。2007年1月1日暫定政府は 法廷会議に対する勝利宣言を行った。しかし、先のオガデン戦争によって国民の対エチオピア感情は悪く、自前の軍事力が小さい暫定政府は治安維持や軍事行動をエチオピア軍に頼らなければならないが、中流が長引けば暫定政府への反発が広がる、矛盾を抱えての出発となった。一方のエチオピア政府は、 au 展開が進めば2週間程度で撤退することを示唆した。4日に、アイディド副首相は8000人規模の治安部隊創設を示唆し、また国際部隊の早期派遣を要望した。5日にはケニアで国連、au アラブ連合、eu 周辺各国の代表者会議が行われ、暫定政府は PKO の派遣と国際復興支援を要請した。また、 ゲイディ首相は、エチオピア軍が平和維持軍へ編入されることを期待するとともに、6日より国民の武装解除を強制的に実施すると宣言したが、エチオピア軍の駐留に反対する市民のデモが相次ぎ一部が、暴徒化、軍や警察と銃撃戦が発生し、死傷者が出た。このような国内混乱を懸念して、フレーザー米国務次官、アフリカ担当の訪問が無期延期となった。 8日には、ユスフ大統領も、モガリ主入りした。7日、暫定政府軍とエチオピア軍は、法廷会議の最後の拠点なスカンボニへの攻撃を、開始、12日に制圧し、法廷会議は、ケニア国境付近のシン森林へ逃走した。しかし国内には、残党が存在しており、9日には、武装勢力が、エチオピア軍に攻撃を行ったため、エチオピア軍が反撃して、 交戦となった。ソマリア暫定議会は混乱解消のため、13日に3ヶ月間の戒厳令実施を可決した。無許可でもと、武器形態の禁止及び、エチオピア軍中流継続の根拠となる。戒厳令により、武装勢力7杯が武装解除に応じ、19日までに3波がテクニカル70台と、迫撃砲200門を政府に引き渡した。一方、同日夜に、 大統領皇帝に迫撃砲弾数発が打ち込まれ、暫定政府軍とエチオピア軍が応戦、銃撃戦となった。犯行は法廷連合の残党によるものと思われる。また同日、エチオピアのメレス首相は、国民の反エチオピア感情に配慮する形で軍の撤退を示唆し、代わって英雄が平和維持軍旧大体7650人を派遣することを決定した。しかし、 治安の悪化と財源不足のため参加国、派遣機関などは決定しなかった。24日には国際連合開発計画の代表団を乗せた旅客機がモガディシュの空港へ着陸した際、迫撃砲で攻撃された。機体と乗客は無事であったが、地上の空港職員1名が死亡した。2008年8月19日、国連の仲介で、 ソマリア暫定連邦政府とソマリア再解放連盟、旧イスラム法廷連合は、ジブチ合意に署名し、この合意に基づき、エチオピア軍は2009年初頭までに撤退すること、なった。アメリカは、法廷会議をアルカイダに操られた組織と断定しており、エチオピアの侵攻を一貫して支持し、2007年1月3日には、暫定政府を支援するため、アメリカ海軍の艦隊、 規模未公表をソマリア沖に展開させた。8日、米国時間7日には、1994年に終了した PKO 以来初めて、ジブチに展開していた米軍のマンシップ AC-130 により、アルカイダ構成員が潜むとして、ソマリア南部を攻撃、多数を殺害した。 米軍はこの中に1998年に起きた米大使館爆破事件の容疑者が含まれることを公表した。また、エチオピア軍も地上から制圧して多数を拘束した。米軍の行動に対し9日に国連と EU は不快感を表明した。米空母、アイゼンハワー部隊もソマリア沖へ展開しているとされ9日にペルシャ湾で日本タンカー。 最上側と接触事故を起こした厳選、ニューポートニューズも、アイゼンハワー空母打撃部隊の所属で、ソマリアへの移動の途中であったとされている。米軍の行動に対し、エチオピアのメレス首相は10日に、攻撃の抑止を求め、地上での作戦はエチオピアに任せるよう訴えた。米軍は22日にも AC-130 による攻撃を行った。5月31日。 皇帝会議の残党が北部沿岸の村に陣地を構築しているのを米区畜艦が発見6月1日夜にコイン地方による射撃で破壊した2007年1月30日に閉幕したアフリカ連合首脳会議で国際平和維持部隊の派遣が決定したが英雄執行部が8000人規模の派遣を加盟53カ国に提案したものの治安の悪化や財源問題により 応じたのは6カ国のみで4000人程度の確保にとどまった。2月20日にはアンポリが英 u による平和維持活動を承認する決議案を全会一致で採択し、合わせて英 u 加盟国に積極的に兵、物資、装備を提供するよう求めた。エチオピア軍のモガリ出身中以来、武装解除に賛同しない勢力や、 法廷会議残党によるテロや迫撃砲攻撃が相次ぎ、早いうちから内戦再燃の可能性が示唆されていた。AU による平和維持軍は結成されたとはいえ、3月までにソマリア入りしたのはウガンダ軍1200人のみだった。他国悪化するソマリアの治安を懸念し、年末までの増派でもウガンダ軍1600人にとどまった。国際的な足並みが乱れる中、 モガディュを中心に武装勢力が活動を活発化し、暫定政府に対する攻撃が増加した。このため、3月29日から4月1日にかけて、エチオピア軍によるモガディュの総作戦が行われ、市街地への空爆を伴う激しい戦闘により、1回の戦闘の死傷者数としては最多である1000人以上の死者と4300人以上の負傷者が発生。 エチオピア軍もヘリを撃墜されるなどの被害出した。エチオピア軍侵攻から1年を迎える同年12月下旬に、ブルンジ軍が PKO 部隊1700人の派遣を発表した。イスラム法廷会議を抑え込んだ暫定政府は2007年7月に国民和解会議を開催。国内の有力者の取りまとめを図る一方、法廷会議の残存勢力からなる。 アルスに対しても和解交渉を進め、2008年8月には停戦協定が成立させるなど、徐々にではあるが、国内の安定化が進展している。2008年12月29日、暫定政府内の対立からユスフが大統領を辞任した。当面の公認大統領には、暫定議会議長のアダン・モハーメド・ヌール・マドベが就任した。2009年1月31日、 暫定政府が拠点を置く隣国ジブチにおいて開催されたソマリア国会で大統領選挙が行われた。その結果、ソマリア再開報道名の指導者で恩賢派のシェフ・シャリーフ・シーフ・アフマドがヌールアッテ・ハッサン・フセイン前首相らを破って新大統領に選出された。アフメド新大統領は2月20日にはオマル・アブギラシとアリー・シェルマルケを首相に任し、 新しい暫定政府を発足させた。アフメド新大統領は、反政府勢力が主張するイスラーム法、シャリア思考の要求を一部受け入れるなど、国内各勢力の和解に向けて動き出している。しかし、イスラム法廷会議の残存勢力のうちの若手集団は、ソマリア再開放同盟とは別の集団、あるシャバブを結成した。また、これとは別に、再開報同盟が、 恩ン派、ジブチュ派と強硬派、エリトリアに分裂、エリトリア派は、他の三軍抜、ジャブハトゥルイスラミア、ラスカンボニ旅団、ムアスカーアノレと連合し、ヒズブルイスラムと名乗った。アルシャバブは、急速に力を伸ばし、2008年8月には、南部の都市キスマヨを、選挙、2009年1月には、ソマリア暫定議会のある、バイドアを、選挙、5月には、 ジョハールを占拠している。6月には、首都モガディシュが、アルシャバブ主導の反政府勢力に包囲され、アフマド大統領によって、外国軍の支援を求める声明が出された。ヒズブルイスラムは、アルシャバブと、良好な関係を保ち、再開報道名エルトリア派の領袖、アウェイス氏が、ヒズブルイスラムのトップに立つと、アルシャバブとの統一戦線について発表するなした。しかし、 国内外のイスラム過激派出身で若手強硬派が多いアルシャバブは思想的に排外性が強く内戦を生き残ってきた武装勢力の連合であるヒズブルイスラムとは一枚岩ではなかった。9月に入りアルシャバブが南部の都市キスマヨにおいて彼らの参加にないラジオ局を焼き打ちしたことから緊張が高まった。9月下旬。 アルシャバブとヒズブルイスラムは互いに戦線を布告した。10月上旬には問題になったキスマイをめぐる攻防戦が開始され、初期の戦闘で少なくとも15人が死亡したとされている。戦闘は南部各地に飛び火したが、10月中旬に入るとヒズブルイスラムは首都モガディシュの支配権のうち一部をアルシャバブへ明け渡し、モガディシュ北部のヒーラーン州へ撤退して、 勢力活動の維持を図った。しかし、2010年2月、キスマヨの支配権をかけて、アルシャバブと戦闘を繰り広げていた、ヒズブルイスラムの軍閥ラスカンボニジュダンの指導者、ハッサントルキーが、突然、アルシャバブに合流した。ラスカンボニジュダンは、アルシャバブ合流派とヒズブルイスラムに残留派に分裂。残留派は、ラスカンボニ運動と呼ばれたが、5月に、彼らは、 ヒズブルイスラムを抜け暫定政府に参加した。ラスカンボニデュダンはヒズブルイスラム内でも再開報道メールトリア派に次いで2番目に大きな勢力だったが、その勢力の大部分が敵に回り大きく戦力を削られたヒズブルイスラムはこれによってさらに追い込まれる形になった。勢いに乗るアルシャバブはヒズブルイスラムの勢力地を次々に攻め落として、 ソマリア南部の大半を掌握し、12月になってヒズブルイスラムの議長、アウェイスは戦闘停止とアルシャバブへの合流を発表した。ただしヒズブルイスラム以外の支配地域への拡大は緩やかで、アルシャバブはソマリア中部、ガルガドゥード地域にあったガルムルグの大部を占領していたが、その西のイスラム神秘主義勢力アルスンナワルジャマー、アスワッチ、暫定政府に 参加と一進一退の攻撃を繰り広げ、後ガルガドゥード地域をアスワチに奪われている。2011年に入り、ケニア軍がソマリア暫定連邦政府軍と共同することになり、事態は変わった。暫定政府軍となったラスカンボニュンロージバランドで政府軍と共同して、あるシャバブを攻撃した。ソマリア南部の軍閥の多くが暫定政府軍に加わることになり、 アルシャバブは弱体化した。4月になってケニアがソマリア南西周縁にアザニア国を建設し、5月にはソマリランド北端のアウダル州が独自に政治運動を行ったアウダルランド。さらに2011年11月にはエチオピア軍が中部ベルドウェインなどに再進出した。2012年にはアルシャバブの重要拠点キスマヨがソマリア暫定連邦の支配下となった。 2012年8月まで、ソマリア政府は暫定政府の扱いだったが、9月に選挙で大統領が選ばれ、10月には首相が選ばれ、11月に内閣が発足して、外国からも認められる正式政府、ソマリア連邦共和国になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。